これは、うんね、ただね見やすく書いてあるから本当かなって思うんだけど、うん、国のちゃんとしたあれなんですけど、そうそうそう、ただって書いてあるから余計怪しいよね。で、テレビとあの周波数が携帯の電波が近いもんで、はい、映像が乱れるといけないから見ますよっていうのがこれなんだけど、はい、そう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 、ね、うん、そうそう、ただこれはブースター増幅器ですね、はい、あれに何かフィルターみたいなのをかましたりとか、はい、まあ場合によってはブースターを取り替える時もあるんですけど、はい、携帯の電波とこの影響が出る以前の問題でアンテナ自身が古いと受信が悪かったりともするので、そうです、一回も変えてないと思う、アンテナね、アンテナが ね、 ねだいぶそうです、時間経ってるもんで、あ、これよね、うん、電気店ご相談くださいって書いてますね、はい、アンテナが古いままなので高いのテレビと向いてますけど、あ、なんか場所も新しいのは、はい、地デジはあのモニコロパーク万博やったあっちの、そうです、ね、うん、はい、今でいうジブリパークの方ですから、はい、うん、ですか、だからこれはまあそもそも地上波の受信レベルが推奨値より低い以下となってますって、はい、昨日でも、うん、今日はだからよくね、うん、でも4と10だけは全然映らない、あ、全然映らない、あ、はい、はい、分かりました、あとはまあ消えたりとか、あ、またついたとか言って、そうですね、はい、だってそもそもアンテナ自体の受信が、はい、受信がもう悪くなってるよっていうことですよ ね、 だよね、なんでこの 700MHz の方では対応できないからっていうことで、はい、ありがとうございます、はい、了解、これはね前回の12月に入れさせてもらったやつで、はい、はい、また3月に入りますけど、あ、取っていただいてたんですね、そうそう、はあ、ね、連絡のところに貼っといたら、もし万が一何かあったらまあここにお願いしようかと思って、ね、あ、そうですか、ありがとうございます、よかったです、あ、よかったです、僕もいろんなこと書いてあるんでね、私読むのこれ好きなんだわ、あ、本当ね、いろいろ書いてあるから、難しくないですか、どこどこに行ってきたり、ここは一番見てもらえるところです、はい、そうだね、よかったです、ここがもっとコーナーが大きい方がいいかな、どこどこに行ってきた、いいですよ、これぐらいで、そうですね、ね、うん、はい、あの、そう言ってもらえると、はい、いいことあるで、これは楽しみだね、また来るかなと思って、3月の頭、2月の早いと2月の終わりぐらい、あ、そう、入ります、はい、またお願いします、はい、サビがだいぶ目立ちますね、だいぶ古そうだな、よいしょ、あ、これ同軸じゃないじゃん、こっちなんていうのかね、こっちは V が同軸です、サビサビなんですよこれ、サビサビ、大一丁の地図、ここに、あ、そこに貼ってある、これは見ずに、私のチラシがあるのを覚えてたんですよ、ね、うん、ここにもあるし、うん、そう、昔のもみじ屋さんの近所です、あ、そうそう、そう言ってたんでね、はい、